なまはげ珍事はもう配るものを大晦日の夜に、なまはげが各家々を回って神社、神の姿、神の使いとして、なまはげの姿に変えて、各家々を回り、まずは、家の神棚を神棚に奉献でお祈りし、ではこれから下の方に降りていただきます。皆さんの間を回ります。途中で何か配るものがあるみたいですので、それはまた期待しておいてください。それでは生揚げの皆さん、下の方へ降りていただきます。よく見えてない。皆さんテレビでよくご存知のように、ナブホワイネがこのユーホイネが各家々を回り、先ほども申し上げましたが、神棚に詣で1年間の暮らしが何事もなく穏やかに無事過ごせたことを感謝し、巡り来る新しき年に一人一人巡り来る